写真家の横山です。よろしくお願いいたします。撮影編の前半は色再現モードとかモノクロモードのカメラの設定についてご紹介させていただいたんですけども、後半の方は露出とかホワイトバランスとかコントラストとか写真の色作りに関するカメラの設定をもう少し細かいところをご紹介させていただきたいと思います。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、撮影編、色再現モードが終わって次は露出、写真の明るさとか、まあ、プリントにすると濃度に関係する部分になります。明るさで写真を表現するというのがこの露出になります。で、通常露出補正は写真の明るさを見た目に近く補正するっていうのが基本的な扱い方だと思うんですけども、ただそれだけじゃなくて写真作品では被写体の雰囲気とかイメージをより強く伝えるためにあえて写真の明るさを実際の見た目と変えて使う場合があります。で、ちょっと下を見ていただくと、まず標準的な明るさで、これは何かっていうと写真全体に白飛びとか黒つぶれの少ない明るさで写真全体のディティールとか色調を見た目に近く表現できます、ね、見た目に自然な明るさっていうのがこの標準的な明るさになりますね、はい、ただし時に作品としてこの明るさ、ね、標準的な明るさっていうのは作画意図が弱くなってちょっとインパクトに欠けてしまうっていうことも起きてくる場合があります、ね、はい、それをちょっと理解して標準的な明るさがいい場合にはこれを選んでいただければいいのかなと思いますね、はい、次に暗めな露出、ちょっと暗めに撮っておくと、シーンによっては重量感のある仕上がりになる場合があります。で、あとは被写体の仕上がりのイメージに応じて暗めに表現すると生きてくる写真もありますよね。例えば黒い被写体ですとか金属の重い質感ですとか、そういうのはちょっと暗めに撮っておくと生きてくるっていう場合もあります。で、ここで暗めな露出で注意していただきたいのが、暗い部分の色が暗くすることでね、濁りがちになってくるので色が鮮やかなものが、欲しい場合にはその色の濁りに注意が必要になってきます。はい、で、次に明るめな露出ということで一番下ですね、はい、こちらは爽やかな印象になったり色が鮮やかに見えたりしてきます、はい、ですのでちょっと明るめに撮ってあげるとポートレートなんかでは割とこういう明るめにね撮っておく場合も結構ありますよね。で、ただ明るくしすぎると明るい部分では色が抜けてしまって被写体のねグラデーションが薄くなっちゃいます。で、そうすると被写体の質感とかがやっぱ弱くなっちゃうので明るすぎるのはちょっと注意が必要ですね、はい、ここから露出のサンプルの写真をちょっと見ていきたいと思います。で、これがね標準的な明るさで撮ったものなんですけども、まあ、明るい部分から暗い部分まで、結構再現されてるかなと思います。ただこれだと一番見せたい顔の表情の部分ですね、ここに写真全体の明るさが揃っちゃってるのでなんか目線がいかない感じになっちゃってますよね。で、そこでちょっと明るさを暗くしてあげたのがこちらなんですけども、影になってる部分が暗く落ち込んでくれたおかげで、光の当たってる顔の部分に目線がいって表情がねより引き立つようになってきましたよね。こんな感じでこの写真は、ちょっとね暗くして表情を引き出させるってことをやってみた写真ですね。はい、次にこちらです、こちらなんですけども、ちょっと明るめに撮ってしまうと、この辺のね、階調、質感が弱くなってしまうっていう、光の当たってる部分の質感が弱くなってしまってるっていう写真ですね。で、見せたいのはこれ電車の写真なんですけども、電車はねちょうどいい明るさになってます。ただ、このね橋の手すりの部分が質感が弱くなっちゃってますね。そこでこれも写真暗くしてみるとこんな感じです。で、電車はちょっと暗くなってしまうんですけども、この橋の手すりがちゃんと、質感が出たことでこの曲線ですね、これに目が行くようになりますよね。そうするとそれ上にあるこの電車にも視線が行ってくれるかなということで、ちょっと電車は暗くなってしまうんですけども、まあ、この写真も質感が出る明るさに露出を調整して、撮影した写真になりますね。はい、次にこちらお寺のね、なんだろう、瓦
瓦を撮った写真なんですけども、まあ、これも標準的な明るさだとこんな感じです、まあ、暗い部分から明るい部分までなんか割とこうはっきり見えてる明るさっていうのがこの標準的な露出なんですけども、この写真でね見せたいのはこのなんか瓦のパターン、ね、光が当たってる瓦のパターンをちょっと見せたいので、これも露出を暗くしてあげることでなんか光の当たってる部分がちょっとキラッと光って見えますよね。なので、なんだろう、他のこういう木の部分とかは少し見えにくくはなってきてはいるんですけど、この瓦っていうのがね引き立ってくるので、結構ねシルエット気味になって面白い写真になるかなと思います。まあ、こんな感じでね露出決めてますね。はい、で次にね、今度雰囲気に合わせた露出設定ということで、こちらの写真なんですけども、ちょっとうちの子供たちがね兄弟喧嘩をしてる時に撮ったスナップ写真なんですけども、なんかこの標準的な明るさだとなんかその喧嘩してる雰囲気っていうのがちょっと弱く感じちゃいますよね。なのでこの写真ちょっと露出を暗くしてあげて、なんかちょっと険悪な雰囲気っていうんですかね、そういうのを明るさで表現したらいいです。なんか映画なんか見てるとなんかシーンによってその場の雰囲気を伝えるために明るく撮ったりとか暗く撮ったりとかってことありますよね。そんな感じで写真も、明るさで雰囲気を伝えるっていうのも一つ方法かなと思います。はい、で次にこちらの写真ですね。でこちらね浜辺でスナップした写真なんですけども、ちょっと形が面白いなと思って、撮った写真なんですけども、まあ、空の青さとこのコンクリートのちょっとコントラストですよね、まあ、この辺が魅力かなと思うんですけども、若干ね標準的な明るさだと空が濁って見えちゃうっていうねことが起きてくるので、もう少し色を爽やかに見せたいということで、これぐらいの明るさにしたらどうかなと思いますね。はい、そうするとなんか若干空ね薄くなるんですけども、全体的には爽やかな雰囲気になりますよね。でこの露出で、決めてみたいと思いますね。ただもっと爽やかにしようと思って明るくしちゃうと、このコンクリートの質感とかこの辺のね建物の質感が、弱くなっちゃう、明るすぎてね。なので、この爽やかさとこのコンクリートの質感が両立できる明るさまで露出補正ちょっと明るくした例がこの写真になります。はい、で次にねこう逆光気味に撮った写真なんですけども、こちらもね標準的な露出、これはこれでいいんですよね。いいと思います。ただなんか光の雰囲気もう少し強く出してあげたいなということで、こちらも露出補正を明るめに補正してこんな感じの写真ね仕上げてみます。はい、なんかねやっぱ逆光気味で露出補正ちょっとプラス気味にしてあげると、その逆光のね光の雰囲気っていうのが強く出てくるので、割と逆光プラス露出補正明るめっていうのをね結構使いますよね。こんな感じで写真全体が、明るい雰囲気の写真になりますね。あとは背景が白い被写体の場合ね、これお料理の写真なんですけども、なんか白いお皿のこの階調、グラデーションとか質感まで表現しようとすると、どうしてもねやっぱお料理が暗くなってしまう、そういう場合ですね、ちょっとこのお皿白飛び気味にしてしまってもいいので、一番見せたいお料理に露出を合わせることで、まあこんな感じの鮮やかな写真になりますね。やっぱりね露出が暗くなると少し色が濁って見えてきたりとかするので、その場合には露出補正ちょっとプラスにしてあげて明るくすることで被写体の鮮やかさを表現できるようになるかなと思います。はい、でホワイトバランスなんですけども、ホワイトバランスはカラー写真では色彩表現を行うのに非常に大切な設定項目になります。でホワイトバランス本来の目的は撮影時のこの光の色による色かぶりを緩和することになりますね。で例えば電球の照明の下で写真を撮ると写真全体がちょっと赤っぽい感じの写真になりますよね。でその時にカメラの設定をホワイトバランス設定を電球にするとその色かぶりが取れますよっていうのがこのホワイトバランスの基本機能になります、ね、でこちらでちょっとこんな感じの黄色かぶりした写真ですね。はい、でこちら見ていただくと写真全体の色合いがやっぱ黄色に偏っていますよね。でその場合その反対色、補色となる青とか緑とか寒色系の色が濁って見えてくる場合があります。ただですね、
スナップ写真なんかで午後のね暖かな日差しを表現する場合にはあえてこういう黄色かぶりを残す場合もありますよね。はい、でその下ですね、青い写真ちょっと見ていただくと、青かぶりしていると写真全体の色合いが青に偏っていると、補色である赤とか黄色とか暖色系の色がちょっと濁って見えてしまいますよね。ただ朝とか夕方などひんやりした空気感とか日差しの涼しさなんかを表現する場合にはあえて青みを残したホワイトバランスを選ぶ場合があります。で最後にニュートラルで、こちらなんですけども、白とかグレー、ちょっと背景のね白とかグレーを被写体に黄色とか青の色づきがなくて色が自然に見えます。でこれがあのホワイトバランスが合ってる状態になります。でカタログとかの写真だとね、あのやっぱね被写体商品とかをちゃんと色を見せなきゃいけないので、このニュートラルなホワイトバランスが基本になりますよね。はい、ただ皆さんが作品を作る上ではこの写真から感じる光の色っていうのは無色透明になります。ですので臨場感とかその場の雰囲気が弱くなって雰囲気が伝わらない写真になってしまう場合があるので、このニュートラルが必ずしもいいわけじゃないですよってことになりますね。じゃあ次の例をちょっとね見ていきたいと思います。この例ではホワイトバランスで色表現を行いましょうという例になります。でホワイトバランスね合わせると色かぶりが取れるんですけども、もう一つの役割は撮影時の光の色を写真で表現することになります。でこの場合ホワイトバランスの設定からその場の雰囲気が最も表現できるものを選ぶといいかなと思いますね。電球だから電球を選ばなきゃいけないかっていうとそうじゃなくて、その場の雰囲気が最も表現できる色のものを選べばいいと思います。自由にね選んでいただきたいですね。でちょっと左の写真見るとお店の照明が電球だったので、ホワイトバランスを電球にセットすることで、まあ、電球による色かぶりは緩和されてますよね。その結果蛍光灯みたいな光の色になってしまって、このお店の雰囲気はなんか弱くなっちゃってますよね。でそこでホワイトバランスを太陽光にセットすると電球の色味が表現できていますよね。なんかあったかい電球の色味が再現できてるかと思います。でこのお店のように照明の色で雰囲気を作り出す演出照明だった場合には、色かぶりと判断しないでその逆に光の色を表現することが大切です。でそれが表現できるホワイトバランスを設定の中から自由に選んでいただければいいかなと思いますね。はい、ここでホワイトバランスの紹介が終わったところで、ちょっと色についてねいろいろ考えてみたいかなと思います。で私たちは風景とか人物、生物とか被写体の多くを何らかの光に照らされることで色とかね形として見ています。でそしてその被写体の色っていうのはこちら被写体そのものの色ね、こう被写体そのものの色と光の色、これが合わさったものが写真の色になりますね。で色かぶりってあの広告写真だと呼ばれるこの光の色なんですけども、作品を撮影する上ではホワイトバランスをこれ上手に使ってあげると、その時の状況とか心象とかを色で伝えることができます。でそのためにですね、ホワイトバランスは、まあ、写真全体の色合いを調整する機能なんですけども、光の色の表現と捉えてもいいのかなと思います。そう考えるとホワイトバランスは色かぶりを除去するだけじゃなくてですね、反対に光の色を表現するツール設定項目としてもっと自由にね使っていただければいいかなと思います。はい、それではホワイトバランスの作例を見ていきたいと思います。ホワイトバランスは写真全体の色合いを調整して写真の色かぶりを取ったり、逆に光の色を表現したりという方法で使いますよね。でまずは色かぶりを取った方がいい場合の写真の例ですね。例えばこんな写真、あのカメラの設定をこちらはねオートホワイトバランス AWB で撮影してるんですけども、その場合になんか意図しないちょっと変な色になってきちゃうケースがたまにありますよね。でその場合にはなんかこんなねあの渋い感じの色調になったりします。
でそこでホワイトバランスを光源色、その時の、照明の色に合わせてあげるとこんな感じで、自然な色合いで、再現できますね。はい、まあ、この場合はね、どっちかというと主役が、食べ物エビなのでちょっと青くなっちゃってるとあんま美味しそうに見えないですよね。なので、ホワイトバランスをちゃんと合わせてあげた方がいい写真になりますね。はい、こちらの写真風景写真なんですけども、こちらもオートホワイトバランスで撮影してるのかな。で雲を見ると少しね、午後の日差しを受けてなんかちょっと黄色っぽく見えますよね。でその結果空の青も見るとちょっと濁って見えたりする時があります。でこの場合もホワイトバランスを晴天とかに合わせてあげるとこんな感じで抜けのいい、クリアな空の色になったりしますね。はい、なのでホワイトバランスちょっと見るときは白とかグレーの無彩色に注目するといいかもしれないですね。で風景写真だと意外と雲って白かったりグレーだったりするのでそこの色に着目すると、ホワイトバランスがどっちに黄色い方向へずれてるのか青い方向へずれてるのかっていうのが分かりやすいと思います。はい、次にねホワイトバランスを強調して、逆にその光の雰囲気を強く出してあげるっていう例をご紹介します。これローカル線でね夕方の光がこう窓から入ってきてる雰囲気なんですけども、こちらのね肌の色を見るとなんか色かぶりのない自然な色調になってますよね。だけどこの午後の日差しの雰囲気はちょっと弱いかなということで少しホワイトバランスをこういうオレンジの方向になるようなものを選んで、この光の色を強調してます。なんかね午後の暖かな日差しがこちらよりもねこっちの方が再現できてるかなと思いますよね。はい、次にねちょっとスタジオで撮ったイメージカットなんですけども、なんか現実的なねリアリティの高い色が必要な場合もあればこういう風に作り込んだ絵の場合はもう自分でねイメージの世界なのでどんな色にしようかなっていう形でホワイトバランスを選ぶ場合があります。ちょっとこれをどういうふうに、撮ったかっていうのをこちら見ていただくとこんな感じになりますね。ちょっと青いイメージ、なんか水から連想する、青いイメージで、そのホワイトバランスになるように撮影したのがこちらになります。なんか実際はこんな色をしてないんですけどこういう作り込んだ写真の場合はね、自分のイメージを色に入れ込んでいっても、いいかもしれないですね。はい、次に夜景ですよね。こちらもホワイトバランスはちょっとビルの色を見ると白っぽく再現されているのでなんか一見合ってるように見えるんですけどなんか夜の雰囲気が少し弱いなっていうことでその薄暗さを表現するためにこちらも少し青っぽいイメージのホワイトバランスになるように設定を変えて撮ったのがこちらになりますね。はい、次にねこちらもイメージカット的なものなんですけども実際ホワイトバランスこれ床のアスファルトとか見るとなんかそんなに色かぶりしてないですよね。それをあえてちょっと黄色っぽくなるようなホワイトバランスを選ぶとこんな感じのノスタルジックな感じのイメージになったりします。これはね被写体に合わせたホワイトバランス選びということでなんかねその光だけじゃなくてその場所の雰囲気とか光の雰囲気に合わせてその色調を選んで表現するってことをした例になります。はい、じゃあこちらでね4つ写真が並んでるんですけども皆さんこの中のどれか1つ選べって言ったらどの色が好きですか？多分ね人それぞれねこれ好きな色が違うと思うんですよね。まあ、例えばすごく青っぽい朝方のね青っぽい感じの光の色が好きだっていう方はこっちですね。なんとなくこうニュートラルな感じの色が好きだよっていう方はこちらかな。でなんか蛍光灯のぼんやりとした暖かい感じのなんかローカル線っぽい雰囲気が好きだっていう人はこっちかな。ちょっとね電車は少しなんとなく黄色っぽい感じはするんですけど蛍光灯の雰囲気ってのはこれが一番出てるかな。で夕暮れのグラデーションこれがすごく魅力的だよっていう方はこれがいいかなと思いますね。まあそんな感じでホワイトバランスって正解はなくて、皆さんが写真をどう表現したいかどういう色調が好きかで結構いろいろバリエーションが楽しめる項目になりますので同じ被写体でもねホワイトバランスを変えることで、表現力が変わってくると思います。ぜひねいろいろ試してまずはね遊び心が大切なのでいろいろね設定を変えてトライしてみていただきたいと思いますね。はい、基本設定4項目の最後はコントラストになります。でコントラストでは
写真の中の明るい部分をより明るく、暗い部分をより暗く表現することで、階調にメリハリをつけて、写真の質感とか立体感を強調したり、弱めたりすることができます。で、設定によっては、この富士フィルムのカメラのように、ハイライト、明るい部分と暗い部分を個別に調整できるカメラもありますし、コントラストっていう調整項目、一つのものもあります。で、それではコントラストの特徴をね、見ていきたいと思います。で、一番最初にニュートラルですね。はい。何も設定しない状態ですね。で、こちらは光と影の強弱のバランスが見た目に近く自然な雰囲気で表現できます。で、一般的な被写体ではこの状態が好ましい場合が、ね、多いんじゃないかなと思いますよね。はい。で、次に高コントラスト。コントラストを高く設定した場合、同じ写真でも写真の中のこういう暗部、暗い部分はより暗く強調されて、逆にこういう光が当たってる明るい部分はより明るく強調されて、メリハリのある写真になります。で、あとはこういう金属の質感とかね、そういうのが強調されてくるかなと思いますね。はい。で、ただコントラストを高く設定しすぎると白飛びとかね、明るい部分で白く飛んでしまったり、暗い部分では逆に黒く潰れすぎてしまったりっていうことを起こす場合があるので注意が必要です。そこに注意してね、コントラスト高く設定してもらえばいいかなと思いますね。で、次に低コントラストですね。で、写真の中の暗い部分、もともと暗い部分はちょっと明るく持ち上がりますね。で、逆に明るい部分は暗くちょっと抑えられて、明暗差の小さい柔らかい感じの写真になります。で、ただコントラストを極端にね、低く設定しすぎると、こう色が濁って見えたり、なんか立体感とか質感が損なわれることがあるので、そこに注意してコントラストを低くする場合は設定してもらえばいいかなと思いますね。ではコントラストの作例を見ていきたいと思います。で、まあ、こちらの写真なんですけど、ちょっとね、近くのね、あの鉄くず屋さんでステンレスの破片をもらってきて、でそれを配置してね、その上に鉢を乗せて撮った写真になります。なんかこう無機質なものと、なんか生命とっていうその対比を表現したものなんですけども、なんかこれをね、コントラスト低く撮るとこんな感じの鈍い光を放った金属の質感になりますね。で、これをコントラストを高めるとこんな感じの写真になります。コントラストの設定をね、高くするとこんな感じになりますね。比較するとまず影が強くなってるっていうね、ことが一つあると思います。あとは光の当たってる部分が、より白っぽく強調されて、明暗のメリハリのついた写真になってるかと思います。これはね、どっちが表現がいいかなっていうのは、結構好みが分かれるところですね。で、例えばこの金属の質感、無機質な質感を強調したければ、なんかこっちですよね。少し鈍い、ちょっと不気味な光を放ってるようなね、あの感じの雰囲気にしたければ、なんかこっちの方がしっくりくるかなと思います。この辺でね、コントラストを使い分けていただければいいのかなと思いますね。はい。次に、コントラストは質感を表現するのに、使いますよっていうご紹介をさっきしたんですけども、まあこちらも電車の写真ですね。金属のキラッとした質感、これはコントラストがニュートラルな状態かな。で、こちらでコントラストを強調すると、この金属のギラッとした質感ですね、こちらが強調されて、より金属っぽさっていうね、あの金属の持ってる独特の光ですよね、こちらが表現できたと思いますね。はい、こんな感じです。で、元々がこちらですね。はい、ちょっとフラットな感じの光のものをコントラストを強調してあげることで、こんな風にギラッと感が出せますよっていう例になりますね。はい。で、次にね、あのコントラスト、明るい部分に主題があった時にはそこが強調できますね。まあこんな感じの写真なんですけど、なんか全体的にね、少し柔らかい雰囲気になってるので、それを強調してあげると、主題が光が当たってる部分だった場合にはそこが強調されて、ぐっとね、見せたい部分が見えてくる写真になったかなと思います。ちょっとね、こちらの果物の影の部分、少し黒く潰れてくるんですけど、その方がね、この影と明るい部分の対比、この隣り合ってる部分の対比があって、より引き立ってくるかなと思って、少しコントラスト高めに設定した例になります。はい。あとはネイチャーフォトとか風景写真なんですけども、やっぱりね、光がキラキラした時っていうのは、少し
光の状態がフラットだとなかなか立体感っていうのが出なかったりするので、これをねコントラスト高く設定してあげるとこんな感じの写真になりますよね。で、後ろのボケとかも結構生きてきて、写真全体鮮やかに見えてくるかなと思います。で、こんな感じでコントラストって、まあ、明暗のメリハリをつけることで色もちょっと鮮やかに見えてきますよっていう特徴もあります。はい。で、次に光の質ね、柔らかい光なのか硬い光を表現したいのかっていうのをちょっと意識してコントラストを設定するといいかもしれないですね。で、これなんかはちょっとトップライト少し上の逆光気味なのかな、はい、光が当たってるんですけども、なんか後ろからね優しい光が当たってる場合はコントラストを低く設定するとこう柔らかい光の表現になります。その代わり写真全体がふんわりとした感じの写真になりますね。で、それをコントラストを高く設定するとこんな感じになります、ね、少し色は鮮やかに見えてきて、あの光の鮮やかさ、光の眩しさっていうのは表現できるようになるんですけど、優しさ、光の柔らかさっていうのはちょっと、薄くなってきてしまいますよね、まあ、この辺ね、あの例えばこれがあのファッションポートレートで洋服をメインで写真を撮りたいってんだったら、こういう硬い光、硬いコントラストの方がいい場合があります。で、この情景を全部合わせた光の雰囲気まで含めた写真を撮りたければ、ちょっと柔らかい光の方が、なんかこの場の雰囲気が伝えられるのかなと思いますよね、まあ、こんな感じで、コントラストも被写体によって使い分けていただきたいと思いますね。その時に大切なのが、その時の光の質を写真で再現できるのがコントラストですよっていうことになりますね。はい、撮影編最後になるんですけども、よくねあのこれからカメラを買い替えたいんだけどどんなカメラがいいんですかねっていう相談を受けるんですけど、個人的にはねミラーレスカメラをおすすめしてますね。で、ミラーレスカメラってあのさっきあの設定した方がいいですよって言った、色再現モードとか露出、ホワイトバランス、コントラストの設定をここの液晶ファインダーとかこの背面液晶でリアルタイムに、ね、確認しながら撮影を行うことができます。設定を変えたらねここの画面の色とか変わってくれるんですよね。なのでこれはね失敗写真が減るだけじゃなくて、あの撮影時撮るときにその写真のイメージをつかみやすいっていうのが一つありますよね。で、1枚撮った写真からイメージを膨らませて、さらに次の写真を撮っていくっていうね、あのクリエイティブな作業が現場でできるようになるので、このミラーレスカメラ、まあ、初心者だけじゃなくて、結構ね、プロの方にもこれおすすめしてます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、カメラごとにね、いろんな機能がついてるんですけども、共通して言えることは、一つが色再現モード。あと露出とホワイトバランスとコントラスト、まずはここで、皆さんの色表現をしていただきたいと思います。で、うまく写真が撮れたらやっぱり最後はねプリントして写真は完成すると思いますので、次の動画ではプリント編をご紹介したいと思います。なんかプリントがね色が出ないとかっていうお悩みの方がいらっしゃいましたら、そちらもぜひご覧いただければと思います。